スタートしました。ほぼ揃いました。11レースロードトゥ JBC 農林水産大臣賞典第26回マイルチャンピオンシップ内分杯 G1 です。まず出てまいりますのはエスポンアルシティです。エスポンアルシティが行きました。外から北高たる前が2番手のポジションにつけています。内3番のグレープブランデーです。その後ろセイクリムゾン、あるいは外にはコスモフィランシェ、内1番のコスモワッチミーです。固まって向こう上面出てまいりました。先手を取ったのはエスポアルシーリード1馬身です。2番手北高たる前、内3番のグレープブランデーです。その後ろ10番のセイクリムゾンがつけております。外には1000メーターを通過してコスモフィランシェ、あるいは内々を進んでおりますのが1番のコスモワッチミーです。その後ろエプソムアーロン、外に並んでおりますのがランド王子、内を進んでおります4番の大小ジェット、残り800の標識通過。アドマイヤロイヤル、グランシュバリエ、後方ばらけまして東北美人、しんがりからセイカーレグロ、第3コーナーにこれから入ります。先頭に立っているエプソムアルシティで残り600を通過、リード1馬身。2番手北高たる前です。3番手グレープブランデー、3、4コーナー中間地点、その後ろセイクリムズン、コスモフィナンシェ4コーナーへ、エスポアルシティ400通過、リード2馬身と広がっています。さあ2番手北高たる前、4コーナーから直線コースへ、グレープブランデー、外にはセイクリムズン、さあ突き放した、3馬身4馬身、エスポアルシティ先頭200を通過、2番手に北高たる前、3番手ですが懸命にセイクリムズン、うちは3番のグレープブランデーです。さあ先頭はエスポアルシティ、迫ってくる北高たる前、迫って北高たる前、また伸びて先頭はエスポアルシティ合流。2番手12番の北高たる前、10番のセイクリムゾン、3番手グレープブランデー、9番のアドマギアロイヤルと入線です。エスポアルシティです。